のっぽさんのいつでもどこでも誰でもできる認知症予防の体操です。まず右手を胸にグーをして、左手は前で突っ張りのような状態、これをひっくり返します。せーの、はい、せーの、はい、せーの、はい、せーの、はい。次に前がグーです。で、今度胸がパーです。いきます。せーの、はい、せーの、はい、せーの、はい、せーの、はい。皆さん一緒にやってみてください。もしくはこれを日頃のレクリエーションの中に入れてみてください。意外に難しいな、そういうこともわかると思います。で、これもできなくても大丈夫なんです。やることに意味があるっていうことと、頭の中で考えるっていうこと、こちらが大事になりますんで、ぜひ試してみてください。まず右手がグーです。左手がチョキです。できるだけ顔の横に持ってきていただければと思います。これをひっくり返します。せーの、はい、せーの、はい、せーの、はい、せーの、はい。次に右手がグーです。左手はパーです。これもひっくり返します。せーの、はい、せーの、はい、せーの、はい、せーの、はい。最後右手をチョキにします。左手はパーです。これもひっくり返します。いきます。せーの、はい、せーの、はい、せーの、はい、せーの、はい。皆さんどうでしたか？できましたか？こちらもできなくても大丈夫です。やることに意味がありますし、頭の中で考えるっていうことが一番認知症予防にとって効果的です。これをやるとですね、どうしても不安に思うから首を左右に振って自分のやってるやつを確認する、そういった行為も見られると思いますけど、そういったところも面白おかしく指摘したり、まあそれも一つ首の体操だっていう風な形で皆さんをなだめたり、そういう風なことをやりながら日頃のレクに加えてみてはどうでしょうか。両手顔の横ぐらいに持ってきていただいて、親指から順番に1,2,3と数えていきます。いきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 次に同じように顔の横に持ってきて、小指から1,2,3と数えていきます。いきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 最後です。右手は親指から、左手は小指から数えていきます。いきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 皆さんどうでしたか？これはですね、3番目にやる親指と小指からスタートする、こちらの時に6の時ですね、これが普通に小指と親指になる、これができれば儲けもんです。できなくても大丈夫です。頭の中で考える、その行為が認知症予防には一番必要だと
のっぽさんは考えております。皆さんやってみてください。 YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。頑張るバイ。